はい、どうもアンドモアです。で、皆さんいろいろと先ほどの時間は苦痛を感じながら過ごされたと思いますが、私も30分苦痛を耐えてライブをしたいと思います。よろしくお願いいたします。私実家のグアムに帰ってたんですけど、まさかね1日の夜にあの収集をかかると思わず、30分間やれと小日向さんにも瀬戸利を送られ、30分かと思いながら、あの親の目を盗み頑張ってやってまいりました。よろければ見てやってください。ではうなっち星さんのワンマンの祈願を祝詞じゃないか祈願を願い、この曲をお願いいたします。ライブパート20分で MC が10分という息大大なんです。ちょっと飲み物飲ませてください。
派手すぎましたね。何度もコーヒー好きなんで。あ、足りなくなったよ。飲んでる？皮？飲んでる？皮？飲んでる？姿も？待って、あのコール&レスポンス得意なんですけど、こんなに場の空気が悪いの初めてです。はあ、ちょっと落ち着いたので、いやステージは楽しいですね。ステージいなかったけど、途中なんかオレンジが見えてさ、オレンジ見えて、あの虫みたいなもんなんで、光あるとね、ちょっと気になっちゃうんですよ。でも今日ですね、あの安藤モア史上何曲、4曲覚えてきて、新規で。なんかグーヒーツは一時期阿佐ヶ谷家で初めて行った時に、ラッチョシさんと初めてコラボしてさせてもらったんですよね。今何されてるんでしょうか。ラッチョシさんは富士山あたりから意味がわからないと思ってちょっと距離を置いてましたが、お金が動くらしいので今日来ました。なので今日はルナチョシさんの曲を全部じゃないな、全部死んだ、あの最後アップチューンで、今からはちょっと休憩タイムというか、そういう曲をさせていただきます。では聴いてください、お魚マーメイド。
曲です。皆さん手をつなげれますか？いけますか？後ろの方とか手寒くないですか？大丈夫ですか？後ろ手つないでくださいね。あなたとかあなたとかその周りとかどうにかしてくださいね。わかりましたか？怒りたくないんですよ。皆さんの心の距離を感じました。この曲を通してすごくみんながあまりコミュニケーションを取れない人たちなんだなと、ね、これどちらから出てきたんですか？そういえばあまり意識せずに、え、何を意識されたんですか？安藤モアの色って誰ですか？初めて知りました。今から実は忙しい曲やるんですよ。ちょっとこれを持ってると大変かもしれない。させていただきますね。さてちょっと一回休ませて。みんな盛り上がってる？イエーイ。対象にでは次の曲をしたいと思います。
がとうございます。最後も残してるんで、最後の1曲です。この後最後の曲です。曲です。一番長い時間帯でちょっと最後の曲頑張りたいと思います。では聴いてください。あ、タオルがない。あれ、あ、こっちだった。ありがとうございます。ごめんなさい、タオルないとちょっとダメなんで。皆さんタオル持ちましたか？はい。タオル持ちましたか？はい。お持ちの方は手出してください。あれ、あ、まあいいや。持ちましたね。じゃあ最後の曲聴いてください。オーバーナーダワールド。この辺笑顔を届ける流れ星ルナッチ星です。いよいよ冒険の幕開け、新しい歴史の瞬間、たまんねえなー。あ、始まる。Thank you.
次は小日向ゆいちゃんです。よろしくお願いします。ありがとうございました。